尾形乾山寛宝3年6月2日は、江戸時代の刀工、絵師。名は惟光。通称は、健平、信三郎。郷派新章、乾山、霊海、匡陸、二下前、紫緑、小古才、東院、慶長逸民、花落山人、周聖堂など。一般には釜名として用いた、乾山の名で知られる。乾山記念碑。京都市東山区清水寺内、1920年、建立京都の呉服商、狩金屋の三男として生まれ、健平と名付けられる。6歳年上の兄は、尾形光琳である。貞享4年、父の遺言により、室町花立町、本庄花院町、鷹ヶ峰3つの屋敷と、書籍、金銀などの書道具を、光琳と折半で譲り受けた。遊び人で派手好きで、遺産を放蕩に費やした兄、光琳と対照的に、乾山は、莫大な遺産が手に入っても、内省的で、書物を愛し隠遁を好み、霊海、二下前などと号して、地味な生活を送った。元禄2年、仁和寺の南に、修正堂を構え、三千夜学問に励んだ。この仁和寺門前には、野々村人清が住んでおり、乾山は、早くから光悦の孫の候補や、楽人清から手ほどきを受けていたこともあり、人清から本格的に陶芸を学んだようだ。37歳の時、かねてより、尾形兄弟に目をかけていた二条公平が京の北西、鳴滝泉屋の山荘を与えたためここに窯を開く。その場所が、都の北西の方角当たることから、乾山と号し、出来上がった作品に記した。正徳2年、50歳の時、京都市内の二条丁子屋町に移住し、多くの作品を手掛けた。作風は自由闊達な絵付けや洗練された中にある素朴な味わいに特徴があり、乾山が器を作り、光琳がそこに絵を描いた兄弟合作の作品も多い。享保16年、69歳の時、林王寺宮公寛宝親王の地宮を受け、江戸、入谷に移り住んだ。元文2年9月から初冬にかけて京や国佐野で陶芸の指導を行う。その後江戸に戻り、81歳で没した。時世は、浮きことも嬉しきよりも過ぎぬればただ明け暮れの夢ばかり、なる。墓所は、泉太院と善養寺。乾山の名は2代、3代と受け継がれていった。ただし、それは、血縁や師弟関係に基づき襲名されるのではなく、各々が自称したに過ぎない。白泥染付金彩薄文二物サントリー美術館、花籠図福岡市美術館陶芸光琳との合作、乾山が作陶、兄の尾形光琳が絵付けを担当した作品絵が昭和37年、栃木県佐野市の旧家で発見されたとされる焼き物200点は、佐野で発見された尾形乾山の作品ということで、佐野乾山と呼ばれ、新作か贋作かが議論を呼んだ。川端康成は酷評したが、小林秀夫やバーナード・リーチは絶賛したという。この真贋論争は日本最大の真贋事件と言われる。この問題については、青柳瑞穂は、乾山と私という読売新聞夕刊で、一口で言えば、専門家の間でも、乾山の勉強はされていなかった。業者の言い草に引きずり回されていたと言われても仕方がないと発言した。ありがとうございます。